すごい、全然違う。どうも、セリカです。今回はこちらの2つのゴーグルをご紹介していきます。続いてはこちら、コブラウルトラですね。こちらお値段が4290円でした、税込み。こちらは先ほどとは結構違って、シリコンのあるゴーグルですね。目元、肌との接着部分にシリコンがあるゴーグルになります。で、特徴は上にね、書いてありますのが、優れたフィット感と流水抵抗軽減を実現したアリーナのトップレーシングモデル。まあ一応これもあれなんですね、大会用のゴーグルではあるんですね。で、クッション形状によりフィット感を向上。クッションを搭載することにより飛び込み時などの衝撃によるズレを軽減。あ、これは本当にあると思います。私は学生時代、その大会出た時は絶対シリコンがないと、あのゴーグルが外れる人間だったんで、あのどっちかというとこっち派の人間でしたね。で、次はレンズ形状により水の流れをスムーズにする。アイカップの上部の厚みを低く、下部に搭載したフィン形状によりスムーズな水の流れを実現。あー、なんか難しいこと言ってますけど、あれなんですよね、要するに多分、ね、接着部分と接着部分があの薄いんだと思いますね、言いたいことは。で、薄いければ薄いほど水の抵抗がなくなるらしいので、今回はちょっと薄くしましたというね。で、続きまして前方視界の確保。あー、結構こちらもなんかコブラウルトラとコブラっていう種類がありまして、やっぱりコブラウルトラの方が前方が見えるらしいです。上部の上側のレンズ面を近づけることで前方方向の視界を広く確保したらしいですね。続きまして、特殊形状により上方からの投影面積を軽減。サイドカーブ形状、レンズ、バー、クッションの一体化、もう全部一体化してるらしいです。上側レンズの厚みを低減することで、特にゴーグルの情報の投影面積を軽減し、スムーズな水の流れを実現。まあよくわかんないけど、厚みがなくなったから、まあ水の抵抗が減ったということですね。あと5つの鼻ベルト、サイズの鼻ベルトが入ってるので調整可能ですよということですね。はい、一応これが載っておりましたということで、開けていきたいと思います。よいしょ。はい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 。鼻ベルトでか。鼻ベルトでか。まあ男性なんかはこうやって使うのかな。これはね、L と XL って書いてある、ちゃんと。すごいちっちゃいけど。あと S と XS ですね。あとは、これ、金具。金具じゃない。レンズですね。レンズは別々で入っていました。はい。こんな感じで2種類入っています。で、あとはベルトですね。これで、じゃあ、組み立てていきたいと思います。そうそう。そして、アリーナってプルプルしていいけど、アリーナって書いてあるんで、こちらの面が上に来るのが理想ですね。では、上に来るようにセッティングしていきたいと思います。あ、上に来なくていいんだ。金具が上に来た方がいいです。確実に。だって、中に来たら邪魔だから。まあ、何言ってるかわからない方はあんまり気にしなくていいです。そこね、私はこだわっちゃうんですけど、こだわる必要も特にないんじゃないかなと思いました、今。これ私以前、この種類のものを持ってたんですけど、アリーナのね、コブラを持ってたんですけど、やっぱり、このね、目のさ、接着部分がどうしてもね、すぐ傷んじゃうんですよ。なので、で、これってさ、さっき言ったみたいに一体化してるって言ったじゃないですか。替えが効かないんですよ。なので、捨てました。はい。捨てました。持ったのはね、大体、1年、2年ぐらいかな。は、いや、もっと持ってる？そうそう。2、3年は持ちました。ので、まあ、長持ちはするけど、やっぱり、こういうのは大抵ね、ここから劣化していきますので。では、お剥がししていきまーす。お剥がししていきます。はい。それでは、完成いたしましたので、まあ、ちょっとね、つけていこうと思います。まあ、綺麗ですね。先ほどおっしゃってたものを見ていきましょう。クッション形状によりフィット感を向上。まあ、クッションっていうのは、これですね。ここの部分ってことです。まあ、これがあることによって、ゴーグルが外れにくくなる。だから飛び込みで、ゴーグルが外れやすい人っていうのは、まあ、ゴーグルをきつくするのも手なんですけど、こういうのを買った方がいいですよ。こういうクッションがついてるのを、
買った方がいいですよ。続きまして、レンズ形状により溝の流れをスムーズにする。アイカップの上部の厚みを低く。まあ、横から見るとわかるかな。まあ、ちょっと厚みがね、ないっていう話なんです。まあ、結構薄いですね、でも。まあ、これと比べたら、どうなんだろう。厚み的には、あんま変わんないですね。はい。同じぐらいだと思ってください。で、前方の視界が見えるようになる。やっぱりスイマーって結構下向いてることが多いんで、こうね、前を見たい時にこうやって上目遣いするんですけど、その時にも、見やすいようにみたいな感じだと思いますね。こうやって、こういう風にしても、こう、前がね、見えるようになるっていうのが特徴らしいです。で、サイドカーブの一体化、まあ、全部の一体化をすることによって、厚みをなくしましたっていうことを言いたいらしいですね。まあ、大抵のゴーグルっていうのはシリコンとかがこう取り外しできるようになってるんですけど、これはもう全部一体になってるんですね。なので、まあ、はい、軽いですよ、薄いですよっていう紹介ですね。では、ちょっと実際に装着していきたいと思います。はい。しかもよりによってアリーナさんですね。まあ、今度メッシュキャップとかもご紹介いたします。シリコンキャップも今回アリーナさんで買ったので。まあ、全体的に私欲しくて買ったものを、まあ、最新のデザインで買おうと思って買ったんで、皆さんが使いやすいメーカーを選んでいただけたらなと思います。ということで装着いたしました。まずは、こちらのシリコンアリのアリーナをやってみたいと思います。ああ、やっぱ安心感がありますね、こっちは。私はもう断然こっちはですね。あ、すごい！全然違う！どうですか？まあ、レンズはなんかさっきよりちょっと大きいかなっていう気持ちはありますけど、フィット感がやっぱ全然違うし、視界的にもね、私ね、こっちよりも断然こっちですね。なんか、広く見えるのは感じました。まあ、なので私の推しとしては、コブラウルトラですね。はい。ということで、まあ、撮影でね、私飛び込む瞬間とかもあると思いますので、こちらを使用していきたいと思います。で、普段、その撮影であんまりね、青系の水着も私多いので、まあ、これで青と合わせて撮影していこうかなと思いますね。飛び込みとかない撮影でも使っていこうかなと思います。ということで、以上2点のゴーグルをご紹介していきました。コブラウルトラの評価をしていきます。まず1つ目、感動度。星4つですね。はい。いや、感動しました。本当に感動した。まず、つけた瞬間の、視界の綺麗さとフィット感にめちゃくちゃ感動しましたね。なので、まあ、ゴーグルがね、外れやすいという方はぜひ参考に使ってみてください。そして、使いやすさ。星4ですね。まあ、めちゃくちゃ使いやすいのかなっていう感じはするけど、これを絶対使うっていうね、確信はあんまり持てなかったかな。なんでかよくわからないけど。まあでも、やっぱりフィット感は素晴らしいので、はい、星を4つにいたしました。それでは最後、デザイン性ですね。星4つです。こちらももうかなり高評価です。美しいですね。すべてが美しい。まあ私、この黒を今回選んだんですけど、一番ね、黒がしっくりきたんで、今回は黒を選ばせていただきました。まあ、本当に無難な色、男女どちらでも使えますし、男性でも女性でも結構かっこいい。あとは初心者の方でもやっぱりこのゴーグルは本当におすすめですね。初心者かもしれないけど、初心者っぽくないゴーグルだし、まあ、値段もねちょっとお高めですけど、まあ、でも払う価値のあるゴーグルなんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと寿命は短いかもしれないですね。普通のちょっとそこら辺のゴーグルの方が寿命は長そうな気がするんですけど、こちらはやっぱりここをね全部一体化してるので、全て買い替えなきゃいけないという点ではちょっとデメリットはありますが、やっぱかっこいいし、フィット感があるし、視界が綺麗でした。ということで、以上2つのゴーグルをご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回はね、そのアリーナさんのゴーグルということでご紹介したんですけど、他のメーカーさんでご紹介してほしいゴーグルなんかがあったら、ぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンのクリック、そして通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。